どうも、白石秀則です。なんか久しぶりのマーゼルです。なんか久しぶりな感じがする。ちょっと最近僕もね、いろんなアーティストを追いかけているんですが、BMSG アーティスト、特に BE:FIRST とマーゼルはね、直接会いにも行ってますし、変わらない熱意でね、追いかけてますので、このね、マセ部屋もね、やらせてもらいますよ。私見たいんですから、一緒に見返したりね、一緒に見るのが楽しみって言ってくれてる人もいますので、マゼ部屋の方、変わらずね、リアクションしていけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回はエピソード18ラウンド1コラボ、深夜カラオケ&コラボフードにテンションマックス。コラボフードだって。はい、では見ていきましょう。わちゃわちゃとするのでございましょう。せーの、ほっこりさしてよ。せーの、ポチリ。あら、 MC ということで、うん、遊びに行きます。すごーい、でかい。 SNS に入れたやつ、コラボね、案件というかコラボ。アジレスの液体も飲み込めます。皆さんこんにちは、マーゼルです。おーい、こんにちは。ワッツアップ。自己紹介、エイキです。よろしくお願いします。お願いいたします。セドです。よろしくお願いします。カイルです。よろしくお願いします。ハヤトです。金髪になりました、リュウキです。なんか言うよ、怖い。怖い怖い。いい感じに。そのままです、ガンです。うわ、タンクトップ素敵。はい、タクトです。お願いします。あ、ロングスリーブ。はい、何も言ってへん。ロングスリーブ。はい、今回はラウンドワンさんとのコラボということで、ダイバーシティ東京プラザ店さんに遊びに来ました。お世話になってます。いつもほんまに来たとこあるとこ。マジで来てます。本当にプライベートで生徒と海流と、うん、僕とリュウキ、はい、この4人でここに遊びに来た。あのね、そこのね、じゃあこっちよ。あ、これこれで、なんていうの、発見しました。発見しました。これでした、チェックイン。これ発見したやつ、はい、ガチでプライベートで遊びに来るんですけど。そうなんですよ。すごいな。その4人以外、こことか遊びに来たことある？ここはないけど、世界中というか、世界中他のラウンドワンは何回も遊んだことがあります。それこそさ、北海道でさ、遊びに行ったんですよね。はい、全員でね、言いましたね。ツアー終わった後に、みんなでボーリングしに行ったりとか、うん、ボーリングしました、いつもお世話になってます。ありがとうございます。本当にランがなんかずっとランのままでいいな。何時やねん、朝早い。今何時？何時？ちょ、ほんまにほんまの何時？4時。このテンション感4時半伝わらんと思うけど。しっかり言ってくれてる。4時半って言ってるな。結構やばかったから。なんかピンク色の軌道修正係。素敵。4時しか見れへんやつ。あんま見れへんやつ。素敵。はい、いろんなところがマーゼル仕様になってるらしいんですけど。すごいそれ。詳細知ってます皆さん。どれ詳細知ってます？知らないです。何があるか知ってます？そう、今日初めて来たんで。確かに、ね、はい、あんまわかんない。生徒なんか女の子みたいな。タク知ってます？あ、わかんない。綺麗な顔だね。分からない。前髪があるからそう思っちゃう。多分タクはほんまにわからへんよ。正直ほんまに知らんよ。ほんまに。ほんで多分目がどんどんこうなっていく。いつの間にか抜けてるかもしれない。エンディング多分こう。ないかもしれない。すごいね。え？タクにすごいね。タクのあたりが誰？いじりすごい。いじりすぎ。すごいね。私も行くわ。行くね。肘。なんで肘や。肘。エルやった。まあ、いろんなね、多分コラボ商品とかあると思うので、はい、後で見てみましょう。あります。はい、それではみんな楽しみましょう。楽しみます。お願いします。楽しみます。カメラ回すなよ。カメラ。ちょっとプライベートなんで。こいつめっちゃ面白い。生徒変顔するお仕事頑張ってたんで。本当やね。マジで面白かった。はい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 。おお。あ、変顔のやつだ。テレビのやつ。あったよ。おお。でか。すごい。すごい。でかい。でかい。SNS に入れたやつ。すごい。アーシャだ、アーシャ。あ、セイドさん、これ何？てか有線でめちゃくちゃ流れてない？シーサイドストーリー。確かに。めちゃくちゃ聞くけど。髪短いね。ほら。ラウンドワンとビッグコラボだな、これ。写真撮れちゃったりする。写真撮れちゃう。あ、確かに。あ、なるほどね。ユーザー撮ったりするからね。確かに。一緒に撮れるスポット。一緒に撮れるスポットやん。撮ってくださいね。みんな撮ってね。一緒に撮れちゃうスポット。かましてるね。いいじゃん、このアーシャ。でかくするとこんな感じ。いいね、トムチン渋いね、このアーシャ。トムチンのアップお願いします。トムチンのアップ。アップお願いします。渋い、渋い。トムのアップお願いします。渋いね。インテリアクザみたいな。これじゃあ、はい、サインきません？あ、いいんです。もちろんですよ。ぜひぜひ。好きに。
好きに何でも入っていいんですか。好きに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 好きなんでいらんことすんねん。ほんまにそチュわーチュ一発目それなの。最近チュをカメラに見せてほしい。確かにチュ見せてほしい。初めてか。初めてか。メンバーにチュチュ。はい、書いてもらおうのかと。OK。書きまーす。下がった和室。何がやねん。何とかないのですね、これ。なんかデビューしかずっと必要だけコンセプト。おかしいコンセプトなんだね。正直ずっとお詫び出してんだよ。空に書く。空かな、俺。うわ、空に書くサインで。俺どっち行こうかな。響き何やって。なお、なおこっち。めっちゃ斜めだけど。じゃあセンちゃんちょっと俺名前書いていい？ほぼ上。ラウン、ラウン、ド、ワ。かっけえ字が。字がかっこいい。マーゼルとランドワンで最高のやつ作ろうぜ。イエーイ。イエーイ。それあ、遊ぼう。嫌なピン書いてます。嫌なこれ嫌なピンやばい。いいピン書いてみる。嫌なピン、いいピン、いいピンやったらいいピンって言えよ、ちゃんと。嫌なピンやったら嫌なピンって言う。嫌なピン、嫌なピン、嫌なピン、めっちゃ嫌なピン。それ嫌やな。めっちゃ嫌。これまずこのピン立たへんやろ。まずかな。ちょっとタックンピン書いてみて、ボーリングの、うん、どこにどこに。タックンちょっとピン書いてみて。タックンの下に。いや文字細い駅。細い駅だけ。ちょっとメッセージや。ちょっと書いてみて。なあなあ、放送駅、放送駅。なんださすがこれ放送駅。どんなような気持ちだった。あなるほどね。これ普通にまずいって。まずいって。どうしよう、どうしよう。まずで終わるって。これまずい。下ネタやん。ピンって書いてた。まずいピンって書いてた。まずいピン。ピンって書いてた。これだけ感染ちゃう。いやいや。見せられないよ。どうしよう。自粛してんじゃん。ちょっと待って。また急さ、間違えた。どうしよう。それはやばい。フックみたいになってる。もうやだ。上から見たとき。さん。マイクどう？マイク。あ、うまい。で、駅の前で。俺にしては。駅うまい。音符うま。で、俺にしてはうま。音符うま。ねえ、ねえねえ。で、ストライプ書いて。笑顔、笑顔。上もちょっとしわくちゃ。あ、いやいや。しわくちゃ。うまっ。普段のお前の唇やもん。お前は誰が言うねん。メイク前、誰がカサカサや。メイク前のお前も。すいません。ちないです、毎日。あ、いいねいいねいいね。軌道修正したもん。あー、いい感じ。いけないいけないキャラクターね。タエタタエタタエタ。でも見せれないんだ。ピン男ね、ピン男。ピン男。ピン男です。そっから耐えれるんや。ピン男、ピン男。マーベルは耐えるよ。タエの来るから。ピン男です。さっきのとカットでお願いします。カットですね。タックのできました。こんな感じできました。ピンをピンを。カメラ誰も寄らへん。一応怖いから。一応怖いから。だからかん可能性があるから誰も寄らへん。見せれない。行こう行こう行こう。あー、見に行きゃいいんだね。マジでもね、こんなコラボしてきたい。ダンワンのなんか特殊な、そのいろんな色。あ、壁の紹介な。壁紹介。ここ来たらランワンって感じするよ。広いな。え、ここ来たことある人いる？ここどうやろ。あの、あるんや。ビッパークとある。タチ君はもうちっちゃい時からじゃない？ほんまやな。まあまあ、ちっちゃい時は来たことなかったですけど。あれあれあれ、話広がらへん。じゃあ話広がらへん。一本の人は大きいルーム。あれ今日はこれ、あれすごい、このドア。いつの間に。え、このドア欲しい。わぁ、すごい。え、駅このドア欲しい。欲しい。家のドア、家のドア、これにしたい。マゼル部屋。家のドア。開けちゃっていいですか？誰入る、さっき。開けちゃおう。誰から誰から入る。ゆうき。ゆうき、一発目で。ゆうき。肘から入って、肘から。ドスコイ、どっか。ドスコイ。行け、行け。肘で開けた。うぇーい。なんだ、さっきの。さっきから肘押し。すげえ。すげえ。うわぁ。うわぁ。うわぁ。すげえ。うわぁ、すげえ。めっちゃまぁ。めっちゃマーゼルや。後ろもマーゼルだ。わぁ、すごい。壁もマーゼル。これ座っちゃったりしていけ。あ、めっちゃマーゼルや。めっちゃマーゼル。あ、すげえ。
お前テーブルもらってんだよ。うわ、マーゼルかけるな。しかもさ、なんかちゃんとしたやつ。ほんとだ、すげえ。すごいな。ガチガチテーブル。すごはい、ということで、コラボメニュー覚えたの。すごい、ありがとうございます。ほんまに初めて見たよ。めっちゃ綺麗やな。なおちゃん、名前つけたよね、これ。あのね、太陽を照りつけすかし。どんな名前つけたの？太陽、え、なおやがつけたの？そう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 。太陽照りつけすかし。それどういう意味？なんかスタッフさんが、いろいろ考えてた時に、太陽照りつけすかしって言ったら、お前さえやった。え、マジで？いいぞ。誕生日はそれだ。それ以外は何名前？シーサイドストーリーとか、アンダータック。あ、これ飲みたかったやつ、これ X デイ。X デイ。で、シーサイドでパンケーキと、シーサイドでポテト。アイナビカセポテト。アイナビカセポテト。誰考えたの？食べたり飲んだりできるらしいですね。マジですか？食べたい。生徒1個気になってんのやろ？そう。X デイ。あれ？X デイ。さっきまでずっとパンケーキ食べたやん。急に X デイ。もう来たが来ちゃった。パンケーキマジ気になります。食べて食べていいよ。ただ、これ食べた人は…なんか入っちゃった。もちろん。ゲットしよう。ゲットしよう。いけないらしい。大事やね。大事やね。だって、せいちゃん豊富だもん、こういうの。経験が豊富だもん。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 経験が豊富だ。経験が豊富。そう。なんか、恥ずかしい。経験が豊富。マジでうまそう。何パンケーキやった？シーサイドでパンケーキ。シーサイドでパンケーキ。海で食べる。海で食べるパンケーキみたいな。マンゴーでかっ。マンゴー食いたい、マンゴー食いたい、マンゴー食いたい、マンゴー食いたい。トヨニーの絆や。はい。あら。経験もなくなった。確かに見たことある。超えたい。何何何。みんな成熟に。これは一回もらえるやつない？一回もらえて。成熟に。うん。あの。お。何でええやん。あの、まずい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 。あの、外の生地がパリパリしてて。パリパリしてるの？パリパリしてる。中めっちゃふわふわなんやけど。そんなわけないよ。外ちょっとカリカリしてて。カリカリね。なんか、なんかめちゃくちゃ生地もふんわりしてて、甘いんですけど、マンゴーの甘みと生地のあの味がベストマッチングしてる。マリアージュして最高です。100点100点まあまあまあ、ちょっとマンゴーは凍ってます。マンゴーですごいシャリシャリ系。めっちゃシャリシャリ系ね。カチカチみたいな。そう、命名してんから。いただきます。何味ある？確かに。これもう何味ある？知らん。俺にあんだけ言ってたから。え、じゃあよろしくよ。いただきます。こっちが取り付け。確かに。いただきに。いただきに。何味ある？まず。あ、おう、こちらね。おお、多分ストロベリー。太陽の赤でね。どんな味？なんか何感じるんかも。甘くて冷たいあのソフトドリンク、ストロベリーなあの味です。の液体も飲めます。最高。頑張って。冷たい液体も飲み込める。頑張ったけど。食レポで聞いたことない。今日言えたら。飲み込めんやつ。困ってない。めちゃくちゃ面白かった。太陽照りつけすかしのやつ。ガサガサ。太陽照りつけすかし。こっちは太陽じゃない。え、でも確かに。それさ、それさ、あのシュワシュワしてた。え、じゃあこっちや。お前さ、じゃあこれ誰やったの？こっちスカッシュだ。え、それさ、カウンタータックです。カウンタータックもめちゃくちゃ美味しい。なるほどね。何でも良かったやん。めちゃくちゃ美味しいから飲んでとりあえず。シンカさん飲んでみていい？いいよ。いいね。あ、結構自分から。はい。色めっちゃ綺麗じゃない？めっちゃボロマオや。そう。すごい。下ちょっと混ぜた方がいいよ。ね。多分下ちょっと混ぜて。なんかさ、その青空とさ、海もさ、なんか感じれるね。そう。もう急に。こっから感じれる。いいね。なんかよかった。感じ性がすごい。いただきます。どうしよう、ここ奪うの？おい、あ、食べた。ぜいたく、ぜいたく。レモン、それ。いくレモンな。あ、なに？お、レモン食べる。真相は？レモン、レモン。ま、なんか、マンゴーと飲んだ時と、反対飲んだ時が全然違う。そろそろ。だって、それマンゴーは当たり前のことあった。頑張って、足を押して。みんなのツッコミが早いから。
タジタジだねトムトム。ブルーハワイ。タジタジトムトム。レモン多分絞ってもたぶんバターが変わる。トムいつもレモン食うからさ今。レモン食うからさ。いただきます。すごいなほんまに。なんで？なんで？なんで急に？うわあやばいやばい。ジーンジーンとくる。お前が？うん。なんで？俺も。なんで？レモンうまい。大気圧。こっちがあれ太陽。太陽照りつけスカッシュ。太陽照りつけスカッシュ。でさこれをさ聞いてさお前飲みたいと思ってくれたらご来場するかもしれない。ご来場。来場あの本当に大事な動画なの。そう大事そう。こんにゃく入っとる。お前だけ。こんにゃく。それ多分なこんにゃくじゃない。こんにゃく入ってない。お前さ。こんにゃく入ってこんにゃく。マイナスや。チョコじゃない。マイナスブランコや。チョコや。こんにゃく混入してた。いただきます。誰が飲みたい。何味だろう。確かにそんな赤に色一緒だよ。これ美味しいで一気飲みやおるけどそういうめっちゃうまいけど味わからん謎の味謎の味え、そうなんですか。何味何味っぽいあのチョコレートの味もあって甘みもあるんで勇気を疲れた後とか糖分取りたくなると思うのでチョコレート食べてぜひ太陽スカッシュ太陽スカッシュ。太陽スカッシュ。すげえ。これはもう。さすがにコーラかな。うん。炭酸は見た目してるけど。ソフトクリームが混ざったコーラじゃん。なんかすごいさ。いやなんか龍騎の悪ふざけがマジで、ワンパクでいいね。ああ。え？その力出るんじゃん。うわあ。クロート。うん。ああ。シャイシャイしてる？シャイシャイしてるたっくんこれ。あのね、してない。あれ？してない？何が言ってんの？クリームじゃない？つぶつぶチェック。なに？そうだ。一回止めまーす。一回撮影止めまーす。なんでラストオーダーって。え、これこそ好き？大好き。次はポテト。これうめぇ。絶対うめぇ。ポテトが甘い系だからさ。確かにカラオケかポテト。この緑は。この緑は。バジル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 だ。バジル。バジル。参加してるセット。うん。え、もう。バジルやん。バジル。これ反応。え、この。すごいね、この。なびかせてる方。めっちゃなびいてるやん。うわ、なびきすぎやろ。さすがに。もう丸やん。うわ、これなびいてるカリカリのやつ。うまいカリしてる。なんか本当に夏ってやっぱ塩分取らないとダメだよ。そうやねん。そうポテトばっかりじゃなくてポテトがあるから塩分も取れちゃうよっていう。あー買ってください。うん。でももう売り切れてる場所もあるみたいで。そうなん。何が一番人気なの？え、なんか噂によると太陽照りつけスカッシュ。え、マジですか？めっちゃうまい。え、違うんかな？そんな噂聞いた。太陽照りつけスカッシュ名前が名前結構です。確かに。気になるよ。気になる。いや、名付けはやってない。大変だし、本当に嬉しいね。その名付けはやってる。間違ってたよ。どれか分かってなかった。あれ、おもろかったな。やっぱり一番、もう飲み干しちゃってるから。美味しい。確かに。すごいな。やっぱ美味しかったからね。そうなんです。あれ、皆さん、飲んでみてください。飲んでください。歌いましょう。あ、じゃあ入れ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 。でも変わるよ。マジ歌いたいです。いやー、なおやの食レポ、神がかってたね。NG。NG。え？なんでですか？あ、大丈夫です。あの、入れて。え、さすがに履歴がさ、マーゼルばっかり。うわー。へぇー。それ誰誰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 誰マネビアでアーティスト活動の方をやるのはなるほどね。少し近藤だ。少し近藤。めっちゃ止められてるぞ。なるほど。乗ってる人喉にも悪いしね。いい事務所だ。ポテト食べたい。おい、カメラ素人かって。うまっ。うまっ。バジルソースうまっ。じゃあ、日本人映像じゃないんかい。スタッフが歌い出してる。
ちょっと寄せに行ってる。このお茶そうじゃん、マイクないと思ったら、これは極まる、結構しっとり歌うこの日が、これで読みが見えるか、どんな日が、うまい、うまい、うまい、一番恥ずかしいぞ、どん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 ラップどっちが行くやろ、どっちが行くやろ、よく知ったヴィンテージ、おぉ、ヴィンテージ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 、あんま知らんやん、あんま知らんやん、え、おぉ、めっちゃおるやん、みんなおる、めっちゃおる、すごい、何人おる、並走してる俺らの一番、すごい、嬉しいね、むずっ、ちょっとちょっと待って、バトルントもできる、サッカーもできる、ダサー、サッカーもできる、ああ、ああ、ああ、ええ、ええ、三、二、一、行け、行け、行け、どういうこと、何回る、回る、行かない、どういうこと、どういうこと、どういうこと、右手、右手、どうなんだね、行け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 、お、いいね、ナオくん、そう、ナオちゃんいいよ、せーの。後半も楽しみです、ありがとうございます、わー、上にはミュージックビデオシーサイドストーリー、ストライク、マジかよ、これはいいね、思い出や、うん、来ました、ナイス、え、楽しかった、あ、やべ、ちょっと貧乏ゆすりしてた、すいません、エピソード18ラウンド1コラボ深夜カラオケ&コラボフードにテンションマックスマゼルルームシャープマゼ部屋の方を見ていきました、今回もやっぱりマゼルの仲の良さ、そしてこうトーク力、そして天然ボケも入るという、まあ直哉の食レポがもうちょっと最高でしたね、はい、というわけでただただ白石秀則がマゼ部屋を楽しむ動画でございました、今回もお付き合いいただきありがとうございました、白石秀則でした、うわお。